スーパーファミコン大好き王子でございます。聖剣伝説3やってきまして、最後のボスに来ましたので、ちょっとね撮っていこうと思います。フェアリーが、さあ、ボスか。どうだ、もうできる。まださ、ちょっと待ってよ、私カスタマイズする予定だったのに先に攻撃受けた。どんぐらい食らう？あ、まだ食らわないね。まだ今イベント中かな。お、なんかキラキラが、キラキラが起きてヒットポイントとかを回復してくれるパターンか。よし、ここからか、ここから戦闘か。いいか。よし、弱点がねないのよね。とりあえず防御でかさ増しします。はいはい、この子はプロテクトダウンで防御を下げます。この子は何かあるかな。この子は特にないんで、今のところはとりあえず防御使います。あ、色が変わったね。属性が変わってんのかもしれないね。いきなり食らってるな。で、こやつは、力アップにしとくか。こっちをやって、いくつ食らった？ダメージは、あ、結構食らってるね。じゃあ単体です。チョコレートで回復。魔法がどうかなんだよな。とりあえず親父も力アップで、よし、とりあえずボコる。とりあえずボコります。このゲームの弱点はね、攻撃が連射できないんだよね。結構食らうな。ちょっと回復を、全体回復をぶちかまします。結構ダメージでかいな。防御のあれ使ってんのにな。ちょっと待って、あれがあったな、パワーダウンがあったから。これじゃない、この子じゃない。パワーダウンを使ってみよう。このボスは必殺技をカウンターで返してくるかなんだよね。必殺技使います。ゲージが溜まると使います。これでなんか魔法とか使ってくるとカウンターが来ますけど、特別、あ、でも、あ、特別来なかったね。あ、女の子がちょっと体力があれだな。ちょっとじゃあ知性、精神アップを使っとこう。回復能力に。よし、とりあえずこれの繰り返しでボコります。あ、なんか使ってきました。どのぐらい食らう？あ、結構食らう。
ちょっとそれはいらないんだけど、早く回復を入れたいの。回復を入れたいの。なんであなたたち勝手に必殺技やるの。あ、ちなみにこれ基本的には自分を動かします。で、キャラクターはコマンドを入力することはできるんだけど、基本的には主人公を連射しているとこの2人は勝手に動くという仕様になっております。とりあえずね、しばらくやっていきます。ぶちのめしていきます。なんか反対側からもね、顔を出してきたよ。回復入れとこう、怖いって。さあ、地道に攻撃してます。体力がね、敵の体力5万5000ぐらいあるって書いてあったから、もう地道ですよ。地道にボコっていくしかないという。あ、なんか変なのがいっぱい出てるな。待って、これが魔法かわかんないけど、一応魔法解除を使っとこう。あ、音楽が変わったな。かっこよくなったね。でもうちょっとやっていきます。ちょっと音楽がね、音楽かっこいいんで見せていきます。とにかくね、すごい人気があるほどストーリーがいいかっていうと、まあ私個人的な意見としたらね、そうでもないんですけど、ちょっと回復入れとこう。ただこれ主人公が6人いて、一人一人にシナリオがあるんで、キャラクターをね使うことによって、で一人一人のストーリーが分かるし、でこのキャラ同士のね、つながりがあったりするんで、ストーリーのだからやり込んでいくとより楽しくなってくるのかなっていうふうには感じます。うん、1人主人公を選んでサブキャラで2人入れるんですけど、それによってもね、お話の内容とかもこう若干変わってくるんで、まあ、そういった意味ではね、あっ1回で結論出すんじゃなくて、ちょっと回復先に入れとこうか。何回かやってそのストーリーだとかね、そういったところはがどうかっていうのはね、結論付けたいと思ってますけど、プロテクトだ。パワーダウン。ちょっとじゃあもうちょっと倒していきます。はい、倒しました。なんとか倒しましたよ。あ、でも10分ぐらいかな。10分ぐらいちまちま打ち込んでたら倒しました。音楽良かったな、最後のボスの。まあ音楽は変わるんだけど途中で。なんか今最後ダメージが出てたな。そんなバカな。プレイ時間はね、25時間か26時間ぐらい。あとでちょっとね、見せられればいいんだけどな。フェアリー。あ、もうフェアリー死にそうじゃん。なんかかすれてるもんね。マナと共に消える定め。行かないでくれ。
まあ、ちょっとエンディングまでいきます。マナの女神出てきた。さあ、お別れです。さあ、エンディングに入るでしょうか。さようなら、さようなら。さ、緑になるかな、自然の。あ、もうここすぐいいじゃんね、曲がね。これ動くの？動かないか。これもあれだ、エンディングいってますね、フィナーレ。あ、なんかすげえうねうねしちゃってるな。ちょっとスタッフロールとか出るまで待っとこうかな。あ、なんかその後のあれだね。よし、ってことでキャラクターのその後の話が終わってエンディングに入るかなというところで、こんばんはです。マナの木もね、最後ボス戦だったところもね、まあ緑が復活してますね。うん。お、で、新しいマナの木の新芽が出てるというようなところでしょうか。エンディングになるかな。に行くかな。はい、ということでね、まあ、うん、まあ面白かった。うん、まあ、気になるところはその戦闘シーンの爽快感がそんなにないんだよね。攻撃で連射できないんで、一回攻撃当てると少しね、動けない時間帯があって、でまた攻撃みたいな感じになるんで、少しねフラストレーションたまるんですけども、まあそこと、あとはボス戦はね、そこまで苦戦はしないのよ。それこそレベル上げも必要とないって言われてるぐらい苦戦しないんだけど、まあ、ボスに行くまでのダンジョンの道中で出てくる雑魚敵でね、まあ、一発即死系の特技とか魔法を使ってくるんで、そこがちょっとね、そこで何回かやっぱり全滅させられたんで、で全滅しちゃうともうセーブしたところからになるんで、そこら辺はちょっと残念かなっていうような、うん、ところがあります。うん、でまあ先ほども言ったんですけど、キャラクターごとにストーリーがあるんで、今これプレイした段階でも、この今回のシナリオにでは倒してないボスキャラたちがいるんですね。でそれは他のキャラを使うとそのボスキャラを倒せるんですけども、トータルでそのストーリーの中でそのボスキャラはこう出てくるわけなんで、やはり全キャラクター大まかに分かれるとね、2キャラずつシナリオが決まってるんで、まあ、3回は最低でもやると全部のボスキャラだとかダンジョンとかは巡れるっていう感じかな。うん、あとはまあ個々のシナリオはね、やっぱり一人一人キャラクターを使っていかないとダメなんですけども、まあでも今やってみてね、プレイ時間も25時間ぐらいでクリアできるんで、まあね、引き続き好きなキャラクターいたらね、それを使って楽しむのもいいのかなというふうに今は感じております。というわけでね、以上でございます。次ちょっとね、何のゲームやるか決めてないんですけどもね、また新しいゲームをね、やったら、紹介できたらなと思ってますので、よろしくお願いします。それではまた。スーパーファミコン大好き、聖剣伝説大好き、大好きスマ初めてですけど、親父でした。はい。最後はマナの木が育ったっていうところで終わってるの、かな？はい、ってことでね。
26時間ぐらいだね。うん、エンディング入れてね、うん、こんな感じでした。一番上が私のね、これ元から入ってたやつです。はい、それではご視聴ありがとうございました。今度こそコンティニュー。